さあ馬バラ10周年記念イベントということでございまして、10年間ずっと MC の村子でございます。ありがとうございます。そして、はい、そして10年間ずっとアシスタントの白川優奈です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。10周年ですよ。あっという間ですね。あっという間です ね, ねえ、だって皆さんもあれから10年経ってるわけですから、だいぶ年取りましたからみんなね、高年齢化してきますね。そうなんですよ。さあもう本当にね、今日は10年もう久しぶりなんですよ、イベントがね。そうですね、有馬記念、あのリスグラ州の有馬記念イベント以来ということで、何年ですか。何年ですかね。リスグラ州ですよ。4年半、4年ぐらい経ってますね。めっちゃ普通に喋りますね確かに2019年、本当に 4年、ちょっと5年とか、はい、だからコロナが全てを操作したわけですよ。そうですね、配信も変わりましたしね、全ての体験が変わってきました。はい、さあということでございまして、本日の出演者にご登場いただきましょう。どうぞ。馬バラレギュラーより綾瀬葉乃さん、芝若菜さん、大岩根彩乃さん、岡田志保さん、渡辺有沙さん、朝比奈優さん、かなえさん、蔡春瀬さん、古川聖奈さん、リーナさん、朱夏さん、坂上明宏さん、そしてゲストに大竹さん、 OG のちかりさん、ミストースポ2024より特別参戦のアンジュ高原さん、マクタミユさん、池田優奈さんです。お願いします。はい、馬バラ&ミストースポチーム戦予想バトルでございます。ちかり、説明お願いします。はい、出演者2人1組のチームを組み、フローラステークス、天皇賞、春 NHK マイルカップ、ビクトリアマイル、オークスの5レースを1レース1人につき5000ポイントで予想。すべてのレース終了後に一番ポイントが高かったチームにはトースポ掲載券がプレゼントされます。はい、ということで、はい、なんとこのバトルに勝てばですね、新聞に載ると。はい、なるほど、素晴らしいご褒美が待っております。さあね、パイセンが今このチーム戦に行きますので、はい、チカリに MC をしていただきます。私がアシスタント務めさせていただきます。さあ、すでに4レース分、はい、先ほど言いましたフローラステークス、天皇賞、NHK マイルカップ、ビクトリアマイルを4レース今消化しましたので、はい、現在の順位表を見てもらいましょう。こちらです。おお、はい、こちら順位並んでおります。はい、大根朝比奈チーム、アーハーリーナチーム、かなえしかチームが1、2、3位ということで、後に続きますということでございます。はい、さあ、OK、順位順になっておりますよ。大丈夫ですか。はい、はい、さあですね、ここからゲーム戦で、まあ、いつも5000ポイントでやっておりますが、はい、今からいろんなことをやって、軍師ポイントをさらに追加していって、はいはい、それが最終的にポイントで、ね、振り分けて、いつも5000ポイントですけど、はい、もっとポイントを振り分けられるので、逆転、ね、はい、のチャンスございますので、はいはい、こちらのゲーム頑張ってください、はい、今から問題を出します。はい、さあそれでは参りましょう。分かった人からもう私のとこ来てください。はい、理由も添えて。はい、理由も、はい、適当に当たるのはダメです。それはそうか。はい、さあいきますよこちらです、どうぞ。オークスのレース前に馬バラメンバーみんなでプラネタリウムを見に行きました。そのプラネタリウムでいろんな星座があることを知った帰りに、オークスのレース後夜になり天を見上げると、ある文字だけ全く見つからなかったことで勝てる馬が見つかりました。で、よくわからないでしょ皆さん。これをこっから場面をひねり出して、分かったら来ていいよ。あ、もうマクタちゃんが行きましたよ。はい、そしてバイクに入れないで。違います。はい、そしてスエさんも行きました。は、早いですね。でもプラネタリウム、あ、惜しい惜しい、サイちゃん惜しい。はいはいはい、アリーナアリーナアリーナ、わかなわかな、ポリコ、わかな、動きました。ノリが軽い、ノリが軽い、ノリが軽い、ノリが嫌い、ノリが嫌い、ノリが嫌い。
全然違う全然違う、あのそもそもあんまり好きじゃない、そもそもお前おあんまり好きじゃない俺は正解ということで、ここでポイント付与の枠が埋まってしまいました。今から答え言いますけど皆さん、はい、答え聞いてもおーってなりますけど、いきますよ、はい、もう前半戦で皆さん、はい、夜になり天を見上げる天を他の言い方で何て言いますか、空、はい、である文字だけ全く見つからない、ある文字だけ見つからない、はい、はい、大根、こうがね、正解です、こうが、こうがね、空ということで、あ、大根どうした、あの私今日これやるって聞いて私問題を作るって思ってたんですよ、あの藤健さんが問題を作るのは何でしょうと思って、私5問ぐらいダジャレの問題作ってたんですよ難しすぎるだろそれ、こっちが5問を見つけということで、はい、そう、馬は合ってたんですよ、こうがねえ空ということで、じゃあ皆さんいつも藤健さんに言ってるやつ言いましょう、せーの、罰ゲーム、全然違うなんてなんて、はい、ということでございまして、優勝はどこだっけ、アハちゃん、はい、優勝はアハリーダチーム5000ポイント。さあそれでは続いてまいりましょう、こちら名物コーナー、マンポケダービー、さあマンポケダービー、もう何年ぶりでございますか、はい、久々ですか、もうコロナからやっておりません、はい、はい、まあマンポケダービー知らない方もいると思うので、俺のパソコンだけはちょっとはけといてね、あのガチャーンになったらもう本当にあれですね、そうですね、はい、はい、あの説明もしていきたいと思います、はい、はい、マンポケダービーは手首にマンポケをつけて指定の時間内でより多くの歩数を目指すゲームです。1位のチームに5000ポイント、2位のチームに3000ポイント、そして3位のチームに1000ポイントを付与します、はい、ということでございまして、マンポケダービー初めてやる人は、そうだよね、結構スポの子はいらっしゃいますね、はい、2人いますので、そのうちの1人に、やってもらいます、はい、そして1のチーム、1位、2位、3位のチームに付与されるということでございます。さあ、じゃあそれではどの馬、はい、東海帝王ゴールドシップ、はい、こちらあのバスラットレオンです、はい、でライスシャワー、そしてこれが本当に中山競馬場で優勝した馬主さんがもらえるやつです。はい、そうなんですね、レア。でパンサラッサーで、これが、私の娘がくじで一番でかいやつ取った。はい、でかっ、はい、お借りします。もう選んでいいですよ。もう、あ、私逃げ馬だ、あとパンサラッサー、バスラットレオン。怖い怖い。やばいやばい。いいんじゃない、優勝。ここから勝負が始まってるんですね。馬の取り合いっていう、東海帝王とか強いよ、はい、じゃあまずこっちチーム、はい、ここはちょっと見ておいてください、はい、いきますよ、さあそれではファンファーレです、すごい豪華なファンファーレ、すごい、さあそれではまいります、よーいスタート、さあ、すごい、マンポケ測っていきますよ、若菜さん、じゃあアンジュが222歩、222、さあ、おアリーナじゃない、若菜え、芝487、すごい、さあ、マクタ
41! 41! あんなに頑張ったのに反映されてない場合よくあるんですよ。はい、そしてさえちゃん、お472というさあ現在アリーナチームが1位、はい、さあコチチーム、アリーナが改めて400、若菜さんです。さあ若菜さんです。やば、アリーナはこの世にいません。若菜です。ポニコ、ポニコです。ポニコ、ポニコ、ポニコです。はい、さあじゃあ大根に貸し上げて、大根さん頑張って命かかってるんで。さあいきますよ。はい、さあ OK ですか。ファンファーレです。何を見せられてるんでしょうか。さあ大根、大根497。すごい。あはちゃん483。惜しい。ひかちゃん422。みんなすごい高い、優秀ですね。レースレベル高い、レースレベル高い。だからこの組から次回狙っていった方がいいです、馬券的には。この組レベル高いよ、これ3着でもいいよこれ。ということで、はい、優勝が大根と大根朝日屋チーム。ではエンディングです。はい、エンディングに参りましょう。ヒーロー君と大竹さんも再登場お願いします。はい、はい、わっという間、あれですね、あっというこの後もあのチェキとかありますんであんまり押せない。そして、この後ヒーロー君と僕とあと大竹くんとあと藤原さんも来てくれますんで、この後、はい、あのオフ会、事前に言ってたオフ会行きますんで、山下さんも来てくれ、山下さんも、あ山下さん、あ競馬部の山下さんも来てくれます。豪華だ、めちゃめちゃ豪華になるっていうね結果、はい、と、はい、いう感じでございます。はい、それでは、はい、ミストースポ2024から先にお知らせがあるんですよね。はい、なんだお願いします。お、なんだ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 、はい、みんな喋ります。ずっとツイッターとかでちょっとにぎわしてたと思うんですけど、はい、めちゃ足じゃないわ、なんて言うんですか、何、ちょっと小出しにしてたと思うんですけども、はいはいはい、私たちミストースポ2024がオーディションの時からずっと言ってたタブロイド版写真集が本日は発売になりました。すごい、こちらでございます。はい、あ発売するんですね。そうなんです、チラ見せ。かわいい、ありがとうございます。この新聞風の写真集になってるってことですね。そうです。なるほどなるほど、いいな。そうですね、みんなの大きな写真もたくさん中にあらゆる写真やコメントやいろんな知られざる秘密なども載っていますので、ぜひ皆さん見てみてください。さあパイセン、はい、締めてください。はい、皆さん今日はありがとうございました。もうね、馬原はあのファンの方々と作り上げる番組なので、本当そうです。
本当に皆さんがいなかったら10周年迎えられてなかったと思います。はい、なのでね、これからもね、みんなと一緒に、番組作っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、それでは皆さん、あっという間でございました。ウマバラ10周年イベント、はい、たくさんの出演者と、たくさんのスタッフと、そしてたくさんのご来場の皆さん、そして配信をご覧の皆さん、皆さんもありがとうございました。